アメリカ史上最も熱狂したキャンペーンの後、人々は2016年11月6日、次期大統領を選ぶために投票に行きました。多くの人が予想だにしていなかったドナルド・トランプが次の4年間アメリカを率いていくことになったのです。ウォッチモジョシリーズ、ウォッチモジョニュースへようこそ。このチャンネルではあなたが興味のありそうなニュースをわかりやすく解説していきます。I say it is time for us to come together as one united people. 第5位、投票日の夜はどんな様子？共和党のドナルド・トランプと民主党のヒラリー・クリントンの激しく辛辣であったキャンペーンの後、投票率が低くなるであろうということと、クリントンがかなりの差をつけて次期大統領に選ばれるだろうということが世論調査で予想されていました。しかしその2点両方が反対の結果に終わります。11月8日の火曜日に記録的な人数のアメリカ国民が投票に訪れ、最初の投票終了時でトランプがリードしたのです。クリントンはまだ可能性のある州に飛びました。西に進んだ州ではかなりの接戦になりました。しかしトランプがいくつかの重要な地で勝利すると、彼の勝利が決定的なものになったのです。President Trump may be something that everybody needs to get used to. 東部標準時間の午前3時前に次期大統領として彼の支持者たちに感謝のメッセージを伝えました。 Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. 第4位、有権者たちはどう選んだ？両候補ともにかなり悪いイメージ。アメリカ国民にとってどちらかを選ぶということはかなり難しい作業。その上でひどい欠点があることが浮き彫りになりました。ヒラリー・クリントンにはカリスマ性がなく、またそこまでのし上がるために何年も秘密裏に様々な不正取引を行ってきたただのインサイダーでした。そしてそれは彼女の使用メール問題でさらに明らかに。The FBI is taking a look at another set of emails. 対するドナルド・トランプは政治経験がゼロの完全なアウトサイダー。その結果、彼の討論はいつも漠然としていましたが、アジェンダは明確。アメリカ合衆国を再び偉大な国にする。The American dream is dead. これらの問題の中で多くの有権者はマシな方を選んだようです。トランプにはキャンペーン中の女性に関する扇動的な発言があったにもかかわらず、白人共和党員内の男女間の差は驚くほど小さく、 91% の白人共和党員が党の方針に従いトランプに投票しました。さらに驚くことに、トランプはマイノリティの有権者の間で固い地盤を持っていました。2012年のミット・ロムニー共和党候補よりも多かったのです。一方、クリントンは思っていたほど多くのアフリカ系アメリカ人やマイノリティの票が得られませんでした。さらに田舎の有権者はあからさまにトランプを支持。ペンシルベニアやウィスコンシンなどでは特にそれが顕著に現れました。つまりアメリカ国民は変化を求めて投票し、クリントン長官はそれを克服することができなかったということです。第3位、選挙人団とは何をするの？アメリカ国民が大統領に投票する際、実は大統領に投票しているわけではないのです。間接投票といって、まず選挙人に投票し、それを受けて選挙人が大統領に投票するというシステム。すべての州の意思が適切に現れるように、各州では人口の大きさをもとに決まった数の選挙人が任命されます。例えば3900万の人口を抱えるカリフォルニアには55人の選挙人がいます。州の投票で最も多くの票を獲得した政党に多くの場合それらの選挙人が割り当てられます。先に270人の選挙人を獲得した政党が選挙に勝ちます。過去にこのシステムには問題があることが分かりました。選挙に勝った候補が得票数では負けていた、つまり選挙に負けた候補の方が得票数では勝っていたという事態が起こりました。2000年、アルゴアは266、ジョージ・W・ブッシュは271の選挙人の票を獲得しましたが、実際にはブッシュよりも50万票以上多く獲得していたのです。そして2016年の選挙でも同様に、クリントンは選挙人投票で負けたのです。Why do we do it that way? Well, because the Constitution says so, but that doesn't make it any less odd. And I think for a lot of people watching this election and watching shows like ours, they're always hearing about national polls. Well, that's not how we elect a president in this country. 第2位、各候補者は結果をどう受け取った？ Thank you. Thank you very much, everybody. 早朝の勝利宣言には僅差すぎる状態で、両候補の支持者たちは公式な決定の発表を何時間も待ち続けました。トランプ陣営が歓喜していることは伝えられましたが、勝利か否かについては発表しませんでした。
最初に沈黙を破ったのはクリントン陣営で、陣営の選挙対策責任者を務めたジョン・ポデスタが、ヒラリーは明朝までは何の表明もしないことを伝えました。Several states are too close to call, so we're not going to have anything more to say tonight. その後、クリントンがドナルド・トランプに電話で敗北を認めたと伝えられました。そして東部標準時間午前3時ごろ、AP 通信がトランプの勝利を伝えたのでした。トランプはすぐに勝利宣言をし、それはいつになくインクルーシブなものでした。She congratulated us. It's about us on our victory, and I congratulated her.And her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. ヒラリー・クリントンの善戦を心から祝福した後に、アメリカを良くするために前に進むよう国民に一致団結を呼びかけました。Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. 翌朝、クリントンは潔く負けを表明しました。Donald Trump is going to be our president.We owe him an open mind and the chance to lead. 第一、アメリカ、次はどうなる？大統領選とは別に上下両院においても支配権を掌握しました。つまり理論上では大統領は法案を可決するために必要な全ての支援を取り付けることができるということです。そして2016年2月にアニトン・スカリア判事が亡くなり、最高裁に空いているポストがありました。退任するオバマ大統領はメリック・ガーランドを指名し、同年3月にスカリアと交代する予定でしたが、そのオバマの指名は上院で否決されました。ですのでガーランドは確定されず、トランプ政権は新しい最高裁判事を指名することができることになったのです。それは共和党支配の連邦政府を意味し得ることでした。投票中に株式市場が800ポイント以上も急下落、経済もゴリ夢中状態。分かりやすいように比較すると 9.11 の攻撃を受けた後でさえ650ポイントの下落だったのです。ドナルド・トランプはアメリカの政治の性質を変えました。そしてそれがどう影響するかは時間のみが教えてくれるでしょう。 To be really historic, we have to do a great job. And I promise you that I will not let you down. We will do a great job. We will do a great job.次にどのニュースをカバーしてほしいか投票するには、ウォッチモジョ .com サゲストへどうぞ。ウォッチモジョジャパンのチャンネル登録も忘れずに。And I love this country. Thank you. Thank you very much.